はいどうもお疲れ様です。本日は11月6日朝5時でございます。一応月曜日なんですけどもね、月曜日は基本的には様子見で1週間がどのように動いていくのかを確かめるということになります。そのためにね、1週間の展望っていうのを え、ファンダメンタルとテクニカル的にお話しする2本の動画で、FX オリガルヒの皆様には1本にまとめた動画をお届けしております。で、月曜日しっかりと観察することによって、その仮説がどのぐらい正しいのか、もしくは修正点がどのぐらい必要なのかってことをこのギャップ対策って言うんですけどもね、そのギャップを見ていくことになります。そうすることによって、火曜日からの仕掛けってのがものすごくね、的をいたものになるんですが、場合によってはもうね、月曜日から仕掛けでいってもいいんじゃないかなってこともあります。 で、11月の6日から始まるこの1週間っていうのはですね、まあ、おおむねテクニカル的にものすごく素直に動いていくんじゃないかなと思いますが、ここで今回動画をお届けしたいのは、えっ、ー、と、今ね、ご覧いただいている1時間足なんですけども、1時間のこの動きとね、それからこの動きと、これ財務省19時の介入してませんよって発言の後のこの動き、えー、さらにセカンダリートレンドが 働いてきてきそして急落して落ち着いたんだけどももう一歩さらに売りが進んだよとで今ここに至るねっていうことですよねで149円の314ですけどもでこれがね、えー、11月6日から始まる週の最初の価格になりますけどもここまでのストーリーが今後のおドル円の価格の流れに 影響していくわけですから、やっぱりね、自己解説っていうんですかね。まあ解説っていうのは自分自身に対して解説していくってことになりますけども、こういうふうにね、振り返りを必ず用いるっていうことが、まあこれからのね、一週間なり一日を見る上ですごく大事になってきますよってことです。さあそれではね、ちょっとこの辺を閉じて、すごくいい資料があったんでお見せしたいと思います。ちょっともうちょっと大きくしましょうか、これね。110ぐらいにしていって。えっと、これがね、 2022年から2023年の日銀が指し示している長期金利の動きです2022年の12月までは上限をマイナス金利から0.5までに拡大していったわけなんですよでそれに合わせて0.5になるわけですから日米の金利差ってものに触れて円安が動く動かないってことになってくる、まあ、この辺はもうお分かりだと思います で、さらに2023年の7月ですね、今年の夏までには、上限を1%に引き上げたんですよ、1%に引き上げると、何が起こるかってことですけども、その分だけ金利が高くなるわけですよね、0.5から1に金利が高くなるわけですから、円高の方向に向かうわけですよ、チャート上は下に向かうわけです、で、実際、この動きがありましたよね。 あの、介入と同じような効果があるんですよ。で、介入は、えー、財務省がやりますけども、日銀の方はこのように、金利を操作することによって、オペレーションすることによって、えー、ドル円の、おぉ、ま、価格にちょっと影響を及ぼしながら、うん、バランスを取っていくって形ですよね。で、今回、23年の10月31日ですけども、ここがポイントなんですよ。上限1%は変わってないんですよ、見た目。で、 前回は夏の場合では上限が1%ということだったんでリミットだったんですけども、今度はね、同じ1%なんですけども、表現がメドになったわけですよ。ここです。このね、上限1%をメドに変更しました。メドってのはどういうことなのかってことが、実はね、私たち日本人にはわかりやすいんですけども、日本以外のマーケットの人には、ものすごくわかりにくい表現になっちゃったんですよ。で、ここを今日は、あの、お話ししておこうかなと思いました。 でもう一つのグラフがありますけども、えー、これがねアメリカの長期金利です今なんとね5%もあるわけですよで安い時でも3.5%とかだったわけですよねで4%なり5%みたいな形でどんどん金利が引き上げられてきましただからアメリカっていうのはあのーまあ、財政的にものすごく豊かになっていったところと、えー、給料も高いですその代わり物価も高いです、ね、こういった形で アメリカではねコンビニでおにぎり買おうと思ったら5 6 0 0円とかねジュース1本飲もうと思ったら400円とかねまあそんな価格感になってるんですよだからランチなんて家族で取るともうすぐにね1万5000円とかなんですよ日本では考えられないですよでも金利差ってのはそういうことなんですよ金利ってのは物価も高くなりますからでこういうふうに5%の長期金利を持ってるアメリカと日本みたいに1%がめどやっと1%がめどですから1%を超えてもしょうがないよねっていうふうな ところで4%の差があるわけですよ。それは円安進むよねって話ですよね。それからアメリカから仕入れるものは高いものばっかりになっちゃいますから、なかなかね、価格が下がんない。もともと、例えばビーフとかオレンジとかって、アメリカの方が安かったから、価格競争力があるから関税かけたりとか、まあしたわけなんですけども、今はね、あの、それほどまでのことしなくても、アメリカの商品っていうのは高いですから、輸入した時点であもうね、 国産品の方が安いっって形になっちゃうわけですよ皮肉にも輸入のメリットがないわけですよねただでも日本ではあの国内製造がほとんどできなくなっちゃいましたから食品もそうですし工業製品も、うん、だから国内で生産できなくなってきてるんですよ今でさらに今国内で生産してる人が農業従事者も平均年齢70代でしょで、えー、と工業系の製品作ってる人も大体50代の後半なんですよつまり20年経つとどうなるかっていうと最後の 物を作っている世代が消えていってしまって物作り日本はなくなるんですよで後継者は育ってないわけですよね恐ろしくないですかもうね輸入品買うしかないんだけど輸入品がめちゃくちゃ高いっていう時代がもうそこまで来てるんですよ国内で生産したものってのがないんですよね買えなくなっちゃうかもしれないですようんどうしましょうって感じですはいまあちょっとねその辺の不安はあるんですけどもとにかく金利差が広がっているわけなんで えー、ドル円の価格っていうのはねすごく円安になってきちゃったわけなんですよでその中でえー、っとね1%が目処って言われるとね目処なんですよ1%までじゃないんですよでこれは日本人には受け止められるんですけども日本以外の外国語に翻訳がものすごく難しくってメッセージが伝わってないんですよねその辺がありますんでタイムラグをつけて円高の方向にこれから向かうというふうに判断しますさらに 日本は為替レートが下がってますけども他の国っていうのは日本と貿易してる国ってのはどん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 ね上がってるんですよだから大変ですよねあの世界の中で日本の通貨だけが安くなってるんですよ、うん、とってもやばいですよねでこれが今後あの1%目途ってことでえ円高の方向に向かうかもしれませんけどもここまで追いつくかっていうとね並ばないでしょうねもうね <laughs> でこの国っていうのはそれぞれね相互に貿易しながらあの同じペースで上昇していくことが考えられますけども日本はまさに落ちてこぼれてしまったということになります。やな未来しか描けませんね、えー、そしてこれがあと日銀の生活意識に対するアンケート結果なんですけども「1年前と比べて暮らしはどうですか?」って聞いたところなんとね史上初。 過半数の人がゆとりがなくなってきたに答えてるんですよ、ねで。ゆとりが出てきたって人はこのアンケートに見ると誰もいないというね。でアベノミクス以来2013年以来ずっとですね50%割ったことがなかったんですけども今過半数の人が暮らしが苦しいと。でさらにこれはどんどん増えていって 60%70% になるわけですよ。これから増税も控えてますからねとっても怖いでしょ。 こういうふうなことをファンダメンタル的に分析するとますます FX やらざるを得ないってことになるのとこれからはねあの来年ぐらいから本格的になると思いますけども円高は進みますよもう140円130円とか進むんじゃないですかもともと今年123円とか4円でスタートしたんじゃなかったですかねものすごい勢いで円安になったわけですよで今度円高に触れると何が起こるかっていうと あの私たちの生活物物資の物価も高くなります、うん、で当然あの外国から輸入したものもそこそこの値段ですからあの日本から輸出したものと日本に輸入してくるものの価格差っていうのはバランスが取れてくると思いますけどもでもそのバランスに置いてきめろくだらった賃金が上がらない我々日本国民っていうのはこれからねすごく悲惨な未来が待ってますよ。 だ日本の金利上げざるを得ない1%から2%、3%、アメリカ並みの5%、ね、欧州並みの4%前後にしたいところですけども、そうなったら国民が飢え死ぬ。まさに餓死するわけですよ。だから、上げたくても上げられない。上げないと国際協力を失う。もう八方塞がりになっているっていうのが現状です。でも、そういった金利の流れを知っている私たちがね、FX で稼げるようになると、私たちはお金を自由に消費できるようになるんですよ。 で、私たちがお金を使うことによって、全部ではないですけども、私たちの周りの経済圏は、なんとか少しでもね、救うことができるんじゃないかなと思います。はい。それではね、えー、いろいろとお話ししましたけども、えー、今日はこんなとこですね。はい。で、申し訳ないんですけども、今日は私、あの、免許の更新に行ってきますんで、あのー、皆さんにね、放送コンスタントにお届けすることができません。 まあですんで、月曜日の方針通り、まあ今日はね、しっかりと様子を見ていただければよろしいかと思います。で、各自の判断でエントリーされる方は、あの、リスクを取ってエントリーされてください。今週はとにかくテクニカルでやっていけますから、うん、そんなに難しいことにはならないと思いますね。まあまずは今ね、この価格が落ち着いてるところですから、これがどこに向かうのかってことをまず見ること。でも全体的に今ね、ここを頂点にして、あの、下落のトレンドには入ってます。1時間で、1時間でですよ。 だからそこを意識しながら、まあまずはここですよね。ここの抵抗体をどのように割っていくのか、もしくは跳ね返っていくのか。跳ね返った場合は移動平均線の上にあの乗っかるぐらい跳ね返るのか、それとも移動平均線に押されてさらに下にね、潜っていくのか。こういう判断をしていけばいいんじゃないですか。はい。ということで、また午後お会いしましょう。お疲れ様です。ちょっと行ってきますね。